NHK アーカイブスは2003年2月1日に日本放送協会のテレビ放送開始50周年記念事業として埼玉県川口市の複合施設スキップシティ内に開設された施設である。NHK が保有している映像、音源などについてその時代を映し出した様々な記録を後世の代まで広く伝えていこうということで開設された。 NHK のテレビラジオ番組等の膨大な量の映像、音声素材を収蔵している。埼玉県との共同運営による番組公開ライブラリーが併設されている。ここでは60万本以上ある NHK 制作のドキュメンタリー、ドラマ、歌番組などの映像、音声素材から権利関係の処理を済ませた約6000本、及び埼玉県が所有する。 映像素材を自由に視聴することが可能である。また、人形劇の人形、各種の放送用ビデオテープなど放送に関連した資料の展示が行われている。この施設は放送と通信の融合に関わる要所として、成長力失った NHK がすがる救世主と題した記事で注目されている。全国の NHK 各放送局と、 光ファイバー専用線による IP で結ばれており、制作現場がアーカイブスのライブラリーをパーソナルコンピューターの端末で検索、発注し、発注に応じて所蔵する素材テープを施設内の専用機材で再生しながら放送局へ伝送し、受け手側の専用機材が自動的に録画することで複製テープを作成される流れで番組制作へ活用できるようになっている。 この方法の確立により、素材テープを放送局まで配送する手間と、貴重な素材テープの紛失を抑止することが可能になった。NHK の映像ライブラリーは、日本各地の放送局など52カ所でも、NHK 番組公開ライブラリーとして、オンラインで視聴することができる。2007年2月1日より、NHK アーカイブスで保存されている。 テレビ番組の一部を掲載した一覧がウェブサイトで公開されることになった。これにより番組公開ライブラリーで公開されているもの以外のテレビ番組の保存状況も知ることができるようになる。発表通り、同日より NHK 放送番組記録、NHK アーカイブス保存番組検索として公開されている。制作された当時の映像を 当時の雰囲気そのままに伝えるために映像、音源に対するデジタルリマスタリング処理もここで実施している。この方式は番組としての NHK アーカイブスが放送される直前の2000年に1から3月に NHK 総合テレビジョン深夜放送でシリーズ放送されたよみがえる新日本機構で初めて紹介された。なお、鶴岡支局は分室と位置づけられ、 四曲広角により使用されなくなった放送スタジオを利用し、ここで収めきれない音楽用レコードなどが収蔵されている。これらも現在の放送に活用されている。バスはいずれも国際工業バス利用、いずれもスキップシティで降車。現在は路線バスダイヤ改正により、スキップシティ乗り入れ路線が朝夕のみ運行のため昼間は 川口市立高校バス停下車後東側へ徒歩3分となっている。ありがとうございます。